穴開いてるのは逃げるとき気をつけよう。なんか出てきたときとか。あ、段ボール。黒電話だ。あーって嫌だ。電話嫌だ。怖い。黒電話がある。え、特になしかよ。なんもなかった。けいちゃん、けいちゃん。なんもないよ。校長室開けたけど。あれ、動かない。よいしょ。ああ、それは。え？何先生、これ。先生というぐらいだから教師なのだろうけど、詳しいことはわからないわね。何先生？クモ先生？クモ先生。よし。図書室行こう。困った時のネットだ。よし。今はネットの時代ですよね。私なんか小4くらいからネット使ってましたね、確か。クモ先生、調べたい。もう、さしすせ、せーん、せーい、くも先生。女なんだ。ある女性教諭で、厳しい指導で生徒を縛りつけるからそのあだ名がついたみたいなの。くもに変身した先生に襲われる夢を見たという噂が広まって、その先生を辞めちゃったみたい。やっつける方法？本気なの？刀に鐔をつけるとか？あ、それは昔話で、大ムカデを倒したのよ。蜘蛛にも効くんじゃないかと。本気になって試したりしないでね。刀に鐔をつける。待って待って。待って。蜘蛛先生ね。刀に鐔をつける。刀なんてどっかにあった？ないよな。刀か。あ、1時30分。まだ戻ってない。刀に鐔をつける。刀探そうじゃ。霧島くん。校長室に刀ないのかな？なんか飾ってる的な。ないか。つばつけるとか。そんなつばで効くんだね。お、ここありそうだよね。なんか、ナイフとか。美術準備室的な。あ、で、ここ多分か、合わせ鏡だよな。鏡持ってないけど。どうしよう。これ理科室だっけ？開かないんだっけ？ねえねえ、ちょっと、ケイちゃんのとこ行こう。ケイちゃん物知りだからな。ケイちゃん、クモ先生倒したいんだけど、どうしたらいいの？クモ先生、わかったわかった。記録しとこう。よし。他の教室も探してみようか。わあ、ここ怖いんだよな。
あ、やだやだ。ああ。刀。メスとかでもいいんだったら保健室にありそうだけど、保健室に入れないからな。ほうきは？ 見事にほうき刺さってたでしょ。ダメだ。なんもないなぁ。こっちはまだ出ちゃダメな気がするな。ここ、ああ、そうだ、びっくりした。まだいたんだった。ああ、怖。そういえば七不思議とか。調べてもらわなかったけど、ちょっと調べてもらおうかな。出てくるのかな？七不思議。七不思議。これ消すときどうすんの？あ、消えないわ。七不思議。ぎ、オッケー。決定。あ、七不思議ダメだった。刀か、どこにあるんだ？術室もなかったし、ここもなかったし、あ、そういえば、ここ、校長先生死んでたとこ。あれ？ここじゃないっけ？もう一個上か。もう一個上に行ってみようかな。プールだしな。これで校長先生死んでて。もうなんもないのか。花子さんって結局何だったんだろう。なんもない。なんだなんだ？まあ、ていうか全部和式なんですね。なんか、洋式のトイレとか、学校にあったけどな。プール。これ誰なんだろう。水泳が得意なんだったら水着貸してほしいんだけどな。びっくりした。こいつ怖い。ちょっと水着貸してくれないか聞いてみよでもすくみずかな。小学生ならすくみずかな。すくみず、かわいいよね。私は来たくないけど。水はあはあ。白すくがいいですよね。よし。水泳得意なんでしょ？水着貸してほしい。でもダメか。どうしたらいいのかな。とりあえず剣探さなくちゃな。多分他にやることあるかな。どうしようかな。